in our history. I've been crying Christmas and summer. So now I can't talk, my baby. I called you. Oh no, Kokoro ga wari wa misery. She's been crying, please be my lover. Alija alala machigai chatta. If it's gonna be rock and daddy tita. Oh no. これ、ご覧ください。本当に今、2人集めて来ました。これだけのメンバーをどうして、どういうわけで集めたんですか、これ。菊川君とね、今年の3月ぐらいにね、計算を見直しててですね。で、吉ちゃんね、あれ、あれ、あれ、で、なんかやろうと言ったのを菊川君に脅かされまして。はぁ、中村さんも杖ついて、これはファッションですか。ぎっくり腰です。 本当にぐうぐうしらしいんですよね。また曲クリスマスらしい衣装で、おや、ちょっとおっさん、おっさん、むちゃし、たかがクリスマス騒ぐんじゃないもん。なんのお前たち、さあ忘年会やろう。クリスマスはもういい、これからやろう。ほっとけない。さあ行ってみようかな。オッケー、メリークリスマスショー。この放送はカルピス食品、 キューピー、
日井グループの提供でお送りします。男は肌着が大事だよ。あら、本当？あら、本当？アクティブインナーウェア、あったか。 AZ 日井グループ。通る空気の中にマックス・グリルはジョン・ベーダーのあのスーパーリアリズムの絵と同じ色彩だった。窓からカウンターまで斜めの日が差し込んでおり、車の音が途絶えると1940年代はそこにあった。サンドイッチアメリカン、キューピーマヨネーズアメリカン。いやー、でもね、いやー、上がりますよ、これだけのメンバーが集まると。めったにないでしょう、こうしてこんなメンバーが揃うのは。上がってんの本当に。いやいや、上がってまんがな。嘘だと見えないけど。いやいや、本当に本当に。でもこの二人が揃うっていうのはテレビ番組の初めてでしょ。今同棲してるんです。今回一回こっきりで終わるんですか、これ。一回こっきりで終わらせたくないですけどね。ねえ、うん、これクリスマス、正月、ボンとずっとやっていったらよろしいの。いやいや、そうはできないけど。とにかくいろいろ相談乗ってもらってね。で、まあすごくの 前のめりでやってもらって、ちょっとこれひょっとしたら思いつきでやったんじゃん、ね、熱意がすごいの、とにかくすごかったですよね、すごいですよ。私レコーディング風景見させていただきましたけども、すごかったですよね。そうですよね。ユーミンさんがいてて、桑田君がいてて、原坊がいてて、その横にアンルイさんがいてて、その後ろに私がいたんですよ。ユーミンさんに注意するんですね。あ、ちょっとリズム走ってるよっていうの、私ね。それ見た時、いやーすごい人やの、初めてわかった。いや本当に、おで昨日電話した時にね、クリスマスらしい衣装着てこいって、私これね、わざわざ今日買うたんですよ、これ。そうしたらみんな私服5人ぐらいおるかな、これ見てみんな私服いててね。これは吉川君思いつきでやったんでしょ、これは。いや、すん酒飲んでたよな。人の思いつきですよ。思いつきでこれだけのメンバーが揃ってしまった。あいつ思いつきでに日本を動かしてるんですよ、いつも。どうしてやりたかった、前から。もういや、なんかバット下げるのがやりたいなって。はあ、はい、このメンバーを集めようとね。えこれはもう桑田君の趣味で集めたんですか。そうですね、趣味って言ったらあれだけど、ああなんか桑田君の趣味じゃない人入ってないの。例えばチャギアンダースか、ここで。私友達やから、本当に。まあね、そんなこと言ってないですよね。まずは誰の VTR から見れるんでしょうかね。最初は何でしたっけ、ね、あ、そうだ、木川さんとね、うん、からアン・ルイスさんとね、うん、みんなでロックストラというか、みんなでせーのでやったんですよ。はあ、練習しないで。練習しないで。ちょっとしたか。ちょっとね、ちょっとね。立派なもんです。私らね、さっきのオープニングのカムツギャルだ、週だけで音合わせ行きましたよ、私。情けなかった、ほんま。あんなもんで呼び出しなよ、本当に。ねえ、それはその VTR がちょっと見てみましょうか。おい、どんな感じで出来上がった。テレグラムサムというの、さあ VTR どうぞです。